アーノルドの遠征経路を示した1795年の地図 A、ケンブリッジ B、ニューバリーポート C、ウエスタントリデ D、ハリファクストリデイ E、グレートキャリングプレス F、高台 G、メガンティクココの地図では、高台やメガンティクコの付近が不正確である。ベネディクト・アーノルドのケベック遠征は、 1775年にアメリカ大陸軍のカナダ侵攻の一環として行われた遠征である。ベネディクト・アーノルドを総司令官としてマサチューセッツ湾直轄植民地からケベックまで荒野を横切っての遠征であった。1775年9月アメリカ独立戦争の初期に大陸軍の大佐ベネディクト・アーノルドは1100人の兵を連れて マサチューセッツのケンブリッジを出発し、ケベックへ向かった。この遠征は、イギリス領ケベック進行の両面作戦の一つで、現在のメイン州の荒野を横切っての遠征だった。もう一つの遠征は、リチャード・モント・ゴメリーによる、シャンプランコからの進行だった。遠征隊が、13植民地最後の主な交易所で、あるメインの交易所を立つや、稲や、 予期せぬ問題が降りかかってきた。連水系路の上流にあるケネベック川が難所であることが判明し、ボートの底から頻繁に水が持って、火薬が湿り、食料もダメになった。一行が、ケネベック川とショーディエール川の間の高台に着く前に、3分の1以上の兵が引き返した。高台の両側は、湖や川が入り混じって、沼地のようになっており、悪天候の中、 不正確な地図を頼りに、ここを横切るのは至難の技だった。多くの兵が、急流の中で、バトを操るには、経験不足で、流れの速いショーディエール川経由で、セントローレンス川に下る中、さらに多くのバトと物資が、大きな損害を受けることになった。アーノルドは、11月には、セントローレンス川上流のフランス植民地に、到着していたが、 兵は600人にまで減って、しかも食料がそこをついていた。彼らは約350マイルを、ずさんな地図をもとに、予定していた距離の2倍を歩いた。その土地の、フランス系カナダ人の援助を受けて、アーノルドの部隊は、11月13日から11月14日に、かけて、セントローレンス川を渡り、ケベックの包囲戦を行おうとしたが、これはうまくいかなかった。 このためアーノルドは、モントゴメリーがケベックに攻撃を仕掛けるまで、ポワントトランブルに退いていた。一方でアーノルドは、この遠征の功績を認められ、順位賞に昇進した。アーノルドのメイン北部への経路については、アメリカ合衆国国家歴史登録財に、アーノルドのケベックへの道として、リストアップされており、この周辺の地域には、 遠征に参加した者の,の名を冠した場所がいくつか見られる。大陸軍のカナダ進行経路1775年の5月10日、アメリカ独立戦争が始まって間もない頃、ベネディクト・アーノルドとイーサン・アレンは、ニューヨーク植民地のシャンプランコに面したタイコンデロガトリでに兵を率いて遠征した。二人は、 ケベックの防御が手薄なことに気がついた。全域で600人ほどの正規兵しかいなかった。アーノルドは、独立戦争の前に、ケベックで商売をしており、また、フランス系カナダ人が、植民地軍への参加に肯定的であるという情報を得ていた。アーノルドとアレンは、第2回大陸会議で、ケベックをイギリスから奪うことはできるし、また奪うべきであるだと議論し、イギリスが、 シャンプランコを南下して、ハドソンリバーバレーへ攻撃する場合、ケベックを拠点にするであろうと指摘した。議会は、ケベックに対しては何も警告したがらず、この議論を却下した。1775年7月、ケベックが、イギリスのアメリカ攻撃の拠点になるのではという懸念の、さなか、二人は立場を変え、シャンプランコを経由してのケベックを正当とし、この役目を、 ニューヨークの将軍フィリップ・スカイラーに割り当てた。アーノルドが参考にした、イギリスのギシジョン・モントレザーの1760年の地図アーノルドは、新興軍の指揮を望んでおり、スカイラーとは別の形で、なんとか、ケベックに接近することを決意した。1775年の8月の初め、彼は、マサチューセッツのケンブリッジへ行き、ジョージ・ワシントンに、ケベックを標的にした。 東部からのもう一つの進行の話を持ちかけた。ワシントンはこの話に大筋では賛成したが、8月20日にスカイラーに知らせを送り、彼の任務にも後押しをしておいた。というのも、この二つの軍それぞれに同等に渡り合っておく、必要があったからだ。アーノルドの計画は、マサチューセッツのニューバリーポートから海岸線に沿って、航海をし、ケネベック側を、 ウエスタントリデまで登るのが前提条件だった。そのトリデから、そこの浅い河川用ボートに乗ってケネベック川を登り続け、メガンティク湖までの高台を横切り、ショーディエール川を下って、ケベック到着というものだった。この工程は180マイルと予想しており、ウエスタントリデからケベックまで20日かかると見ていた。しかし実際のところ、 この経路についてはほとんど知られていなかった。アーノルドは1760年と翌1761年にイギリスの義士であるジョン・モントレザーの手になる地図と日誌を入手したが、この地図に描かれた情報はあまり正確でなく、そしてアーノルドは地図に間違いがあること、細かい部分が恋に動かされている、またはぼやかされているなどとは知らずにいた。ワシントンは アーノルドをメインのガーディナーズトンの造船技師で、当時ケンブリッジに滞在していたルーベン・コルバーンに紹介した。コルバーンはアーノルドに援助を申し出、アーノルドは経路に関しての詳しい情報を依頼した。情報とは、イギリス海軍の潜在的な脅威であるとか、インディアンの感情、物資の供給を行うのにいい機会はいつか、そして今後集まるであろう。 遠征隊の人数に、に、十分なボートが出来上がるまでどのくらいかかるかといったことだった。コルバーンは、この依頼に応えるため、8月21日に、メインに戻った。コルバーンは、ガーディナーズトンの測量士、サミュエル・グッドウィンに、地図をアーノルドに用立てしてくれるよう頼んだ。グッドウィンは、応答派に共感していることで知られており、アーノルドに、道路も距離も、 その他の重要事項も不正確に描かれたのを渡した。9月2日、ワシントンは8月20日にスカイラーに出した手紙の返事を受け取った。スカイラーは提案に同意しており、ワシントンとアーノルドは直ちに兵の徴収と物資の注文に取り掛かった。この年の6月にバンカーヒルの戦いが終わってから、ボストンでの戦闘はほとんどなくなり、 ボストン包囲戦に参加した多くの中流兵たちは、中東生活にうんざりし、しきりに実戦を求めていた。アーノルドは、遠征を彼らに持ちかけ、関心を持った多くの者たちから、750人を選んだ。この大部分が二つの大体に分けられた。一つは、中佐のロジャー・エノス、もう一つはやはり中佐のクリストファー・グリーンが指揮を取った。後の者は、 ダニエル・モーガン率いる三つ目の大隊に配属になった。この大隊には250人規模の招待が三つあって、その招待にはバージニアとペンシルベニアライフル連隊の大陸軍ライフル兵がいた。このバージニアとペンシルベニアの荒野出身の開拓者たちには、法囲戦により原野での戦いの方がふさわしく、また彼らはボストンの外ではいざこざを起こしっぱなしだった。 遠征軍は、総勢1100人となり、義勇兵の中には、この後の独立戦争中、そして戦争後になって、頭角を表してくる、アーロン・バーン、リター・ンジェメイグス、ヘンリー・ディア・ボーン、そしてジョン・ジョセフ・ヘンリーのような軍人がいた。ワシントンとアーノルドは、かつてセント・ローレンス川近くで、アーノルドの軍が、 カナダ兵から受けたのと同じ成果を得るために、インディアンの協力を仰ぐべきかで考え込んだ。8月30日、ワシントンはスカイラーに手紙を送り、アベナ貴族の族長との会合についてこう書いた。カナダのインディアンは一般に、我々のやり方に賛同していると言っている。フランス系カナダ人も叱りである。我々に立てつくことはしないと彼らは決意している。そして4人のアベナ貴族が、 石膏そして案内役として遠征に同行することになった。軍服姿のベネディクト・アーノルド9月2日、将軍、スカイラーの遠征への同意を知ると、早速アーノルドは、ニューバリーポートの知人である、商人のナサニエル・トレーシーに手紙を書いた。彼は、トレーシーに、遠征隊をメインに送るのに、十分な船を、当該海域を巡航している。 イギリス軍に気づかれることなく回してほしいと頼んだのである。航海は遠征の中でも最も危険であるとアーノルドもワシントンも見ていた。その当時イギリスの巡航船がアメリカの船を妨害してかなりの効果を上げていたからである。9月11日、遠征隊はケンブリッジ地を立ってニューバリーポートまで進軍した。最初に立った部隊の多くは 地元出身の兵で占められており、おかげでアーノルドにも時間的余裕があり、兵たちも出発前に家族に会うことができた。最後の舞台は13日に出発した。アーノルドは15日にケンブリッジからニューバリーポートまで最終的な物資の購入を済ませてから馬で出発した。向かい風と霧のため、遠征隊のニューバリーポートからの出発は、 9月19日に、やっと可能になった。半日かかってケネベック川の河口に着き、翌日と翌々日、川口近くの水路を通り抜けて、川を登っていった。9月22日に、ガーディナーズトンに着き、数日間滞在して、物資を調達し、この後の遠征に使うバトルを準備した。アーノルドは、コルバーンの救護し来のバトルを点検して、 これは、面倒なことになりそうだと思った。バトウは、作りが良くなく、指示したのより小さかったのである。コルバーンと職人たちとは、それから3日をかけて、追加のバトンを作った。トマス・ゲージ・アーノルドの遠征隊は、イギリス軍からは常に監視されていた。将軍、トマス・ゲージは、アーノルドの隊が、ニューバリーポート経由で、カナダに行くことに気づいていたが、彼らの目標は、 その時点で事実上無防備だった、ノバスコシアだと思っていた。ノバスコシア総督のフランシス・レジェは、戦争法を布告し、10月17日に、イギリスに、植民地軍の行動はインチキであったという噂を盛り込んだ手紙を送った。やがて、イギリス海軍帝督のサミュエル・グレーブズは、アーノルドの行動についての情報を得た。 10月18日時点の情報で植民地軍の遠征隊がケネベック川を登った。通常これはケベックを目指していると思われる。遠征隊の輸送船が到着したため、アーノルドは出来上がったバトーでケネベック川を10マイル進んでいた何人かの兵をウエスタントリデに派遣し、また別の兵たちをケネベック川を45マイル登ったところにあるハリファクストリデに 徒歩で向かわせた。バトーがすべて出来上がるのを待っていたアーノルドに、石膏が知らせを持ってきた。コルバーンが、遠征隊が予定している経路を偵察するため、送り込まれたということだった。この報告には、流言飛語が混じっており、その流言飛語は、ショーディエール側に面したフランス植民地最南端の、モホーク族部隊からのものだった。大元は、ノリッジウォックのインディアン。 ナタニスが流したもので、このナタニスは、ケベック総督のガイ・カールトンのスパイだと信じられていた。アーノルドは、この報告を無視した。アーノルドと大部分の兵たちは、9月23日までに、ウエスタントリデに着いた。その日、アーノルドは2つの小部隊を送り出した。一つは、ペンシルベニアの大佐アーチボルド・スティールの部隊で、メガンティクコまで行って、 重宝を得るように指示を受けた。二つ目は、大佐のチャーチの舞台で、土地のインディアンからはグレートキャリングプレスとして、知られている、デッドリバーまでの道の測量をするように言われていた。隊列が毎日どのくらいの距離を行くべきか、より十分に見積もるためであった。ハリファクストリで9月25日、遠征隊のすべてが、ウエスタントリデを出発した。 モーガンのライフル隊が先導し、必要に応じて地面に銃を連射して、道を作ったコルバーンとボート職人たちは死んだりを進んでおり、必要とあらば、すぐ修理できるようにしていた。モーガン隊の仕事は道を切り開くことなので、相対的に足取りが軽かったが、最高列のエノス隊は、物資の大半を運搬していた。遠征隊は二日目に、最初の目的地である。 ハリファクストリデに着いた。このトリデはフレンチ・インディアン戦争の史跡で半ば朽ち果てていた。ウワスタントリデからここまでは凸凹した道が通じていた。ウエスタントリデから馬頭を使うとすぐ上流の滝のあたりで陸路を行くことになり荷物を積み替えねばならないのでそれよりは地上を運搬した方が良かった。アーノルドは重い馬頭よりは軽いカヌーを使うことにした。 経路に沿っての動きがより素早くできると思われたからだった。10月2日、アーノルドはノリッジウォックに着いた。ケネベック川流域はここが最後だった。しかしこの遠征が始まって間もない時期に早くも問題が持ち上がった。バトーが水漏れして食料が台無しになり修理が絶えず必要になった。兵たちもびしょ濡れだった。水漏れに加え、 重い場とを上流まで引っ張らなければならなかったからだ。気温が氷点下まで下がり始め、風や赤痢が蔓延するようになり、このため遠征隊の実動辞任が少なくなっていった。ノリッジウォックの滝から1マイルほど行ったところに、地元の住民が牛を提供しており、その援助で物資の運搬が成し遂げられそうだったが、すべてが終わるのには1週間かかった。アーノルドはそのため、 10月9日までノリッジウォックにとどまった。コルバーンの職人たちはこの期間を利用してバトーの修理をした。10月11日にほとんどの遠征隊がグレートキャリングプレスにつき、アーノルドも翌日に着いた。遠征が伸びた上に大雨で、連水経路が恐ろしくぬかるんで、運搬が難しくなるという災難続きだった。ダニエル・モーガン。 検証に星が一つ入った順正の制服を着ている。チャールズ・ウィルソン・ピール・サクグレート・キャリング・プレスは12マイルのデコボコした道で遠征隊が辿るべきケネベック・ハワシ流のデッドリバーの航行できない部分を迂回する運水経路だった。この道は起伏が激しく高いところでは1000フィートもあり道に沿って3つの池があった。測量隊の隊長であるチャーチは この経路を良くない道だが良くなる可能性はあると書き、幾分前向きな評価を下している。遠征本隊の前衛である猛ン隊は最初の池に向かって進んでくるスティールの偵察部隊と出会った。この部隊はデッドリバーの上流にある高台での偵察行動をうまくやっていたが、兵たちがかなり腹を空かせていた。遠征隊の食料が枯渇しており、 タンパク質の豊富な魚や、ヘラジカや、カムを主に捕まえて、どうにか食物を調達していた。遠征が進むにつれ、多くの兵が野生動物や魚を捕らえて、自分たちの乏しい食料を補い続けた。遠征経路に関しては、チャーチの記述に、大雨と、最初の池と次の池の間の承諾地について、説明し損ねたとある。雨や、 雪解け水のため、長い道を行くのに時間がかかり、倒木で一人の兵が犠牲になった。この遠征発の死者だった。また、一部の兵は、塩分を含んだ水を飲んでひどく、体調を崩し、アーノルドは、第二の池の場所に、病人のための避難所を作らざるを得なくなった。そして何人かの兵を、ハリファクス砦にあり、砦に蓄えてあった物資を取りに行かせた。 先に出発した大体二つは10月13日ついにデッドリバーに到着した3日後にアーノルドも到着したこの場所からアーノルドは遠征の進行状況についてワシントンやモントゴメリーに何度も手紙を送ったモントゴメリーに届くはずだった手紙の一部は横取りされケベック副総督のエクトール・テオ・フィルスド・クラマイに送られた この手紙により、ケベックは、遠征が進行中であることを初めて知った。アーノルドはまたも測量隊を派遣した。今回の仕事は、メガンティック声の経路を地図に記すことだった。デッドリバーを登るのにはひどく時間がかかった。死の川という名、おそらくは、流れのことを指しているのであろうその名に反して、この川の流れは、非常に速く、兵たちは、 船を漕ぐのも流れに差を差すのも困難であった。水漏れのスルバ島で食料が損なわれ、アーノルドは兵たちの食事を半分に減らさざるを得なかった。そして10月19日、雨が降り始め、激しい雨の中、デッドリバーは増水し始めた。そして10月22日の早朝、目を覚ました兵たちは、デッドリバーの水かさが増し、野営地が浸水しているのを目の当たりにし、 このため高台へ避難しなければならなかった。太陽が昇った時には彼らの周囲は水没していた。その日の大部分は水が干上がるのを待って過ごし、10月23日に遠征隊は出発した。デッドリバーを立つ際に兵が何人か満潮で水位が高くなっているのに振り回され、間違って支流を登ってしまい貴重な時間が失われた。 そのすぐ後に7隻のバトがひっくり返り、積んでいた食料がダメになった。こういった事故のため、アーノルドは、引き返すことをも考慮に入れ、作戦会議で、側近の士官を呼び集め、ひどい状況下ではあるが、遠征は続けるべきであるとの意図を明らかにした。士官たちも同意し、ショーディエール川沿いのフランス植民地に向け、極力足を速めている、先発隊に交渉して、 物資を持ち帰るように働きかけた。病人や体力の落ちたものはメインに退却させることにした。遠征に戻ってきた中佐のグリーンと兵たちはひどく空腹だった。小麦粉を少し、そしてろうそくの牢と靴の皮とで乏しい食料を補っていたのだ。グリーンはアーノルドに追いつこうとしたが、 アーノルドがかなり先を行っていたためそれは不可能だった。彼らが野営地に戻った時、エノスも到着して、この両部隊だけで作戦会議を行った。エノスの士官たちは、アーノルドの前進しようという直近の命令にもかかわらず、引き返したいという思いで一致団結していた。この時、エノスは続行指示の均衡破りの一票を投じたが、 会議後の士官たちとの会合では、彼らがあまりにも引き返すことにこだわるため、エノスもそれに同意し、引き返すことにした。グリーンの兵たちに食料を分けた後、エノスと450人の部隊は来た道を戻っていった。ショーディエールの滝ジョゼフレガーレ作園生態が高台に着いた時、地図の不正確さの影響が、いかに大きいか思い知らされた。 先発隊の一部は沼地で道に迷ったが、その沼地は地図には記載されておらず、メガンティク湖到着がそれで遅れた。この一部の兵たちは、10月25日に高台に着き、それから2日経って、メガンティク湖に到着した。10月28日、先発隊は、ショードール川上流を下ったが、この川にあるいくつかの滝の上の岩に、三隻の馬頭が、 ぶつかってひっくり返り、壊れた。翌日彼らは、ペノブスコット族のインディアンに遭遇した。インディアンたちは、自分たちはそう遠くないサルティガンに住んでいると言った。そこは、ショーディエール側に沿ったフランス植民地の最南端だった。メガンティクコメガンティクコに到着したアーノルドは、後発の2部隊2兵をやって、湖の上部にある沼地の通り抜け方を教えた。 しかしながら、後発隊への知らせに描いた道は、不正確な地図の情報をもとにしたため、アーノルド自身もその道を見ていなかった。その結果、大部分の部隊は、10月31日にショーディエールの滝に着いたが、一部の部隊は、その時、すでに沼地で迷っていて、そこを通り抜けるのに二日かかった。新軍の最中 タイのヘンリー・ディアボーンの犬が兵たちの食料となった。ディアボーンの日記にこう記されている、皆は犬のすべてを内臓までも食べてしまった。そして食事の後、彼らは骨を集めて突き砕き、それでスープを作って別の食事にした。10月30日、アーノルドは初めて地元の住民と接触した。彼らは遠征隊の球場に同情的で食物をくれたり、 病人の面倒を見てくれたりした。協力に対して報酬を受け取る者もいたが、受け取らない者もいた。アーノルドは、ワシントンが書いた手紙の写しを何部も配り、地元の人々とその財産、そして宗教に敬意を払うので、遠征隊の力になってほしいとアビタンに頼んだ。ポアントレビに住むジャック・パランというフランス系カナダ人が、アーノルドに、副総督の倉前が、 遠征隊の手紙を横取りした後に、セントローレンス川の南岸のバトンを全部壊すように命令したと伝えた。ケベックの城壁11月9日、遠征隊はついにセントローレンス川のポワントレビに着き、ケベックから川を横切った。アーノルドは出発時1100人の兵を率いていたが、その数は600人に減っていた。また、歩いた距離は、 当初はシントンと予想していた180マイルではなく350マイルだった。アーノルドはニュージャージー生まれでポアントレビの近くで政府に書を経営しているジョン・ハルステッドから伝令が逮捕されて手紙が何通か横取りされていたことを知った。ハルステッドはセントローレンス川の運行も切り盛りしており、アーノルドの兵の何人かはアビタンや 地元のサンフランシスのインディアンからカヌーを購入し、ショーディエールから製粉所までそのカヌーを運んだ。悪天候から3日経った11月13日から14日の夜、1マイルも幅のあるセントローレンス側に停泊中の2隻のおそらくイギリス軍艦ハンターとリザードの間を進んでいた時、この2隻はアーノルドの兵たちのような航行を取り締まるべく警備を強化していた。 その当時ケベックは、中佐のアラン・マクリーンの指揮の下第84不評連隊の兵が150人、そして500人ばかりの寄せ集めのような民兵と、2隻の軍艦からの海兵隊員400人とで警備が固められていた。アーノルドと部隊は、11月14日にようやく、エイブラハム平原に到着し、そこから死者に白旗を持たせて降伏しようとしたが、 何の役にも立たなかった。大陸軍は、大砲も他の野砲も、どうにか戦争を起こせそうなものは、一切持ち合わせずに、要塞都市ケベックに向き合ったのだった。11月19日、ケベックからの早期の準備があると耳にしたアーノルドは、ポアントオトランブルに退いて、モンゴメリー軍を待つことにした。モンゴメリーは、モントリオールを攻略したばかりだった。 12月3日にモントゴメリーは、ポワントートランブルにつき、アーノルドの軍も合流して、ケベックに戻り、包囲戦に入った。この包囲戦は、最終的には、12月31日の襲撃となった。これは、大陸軍に壊滅的な敗北をもたらした。モントゴメリーは戦死し、アーノルドは負傷し、そしてダニエル・モーガンは、350人以上の兵と、共に捕虜になった。 アーノルドは、この戦いが終わって、初めて、自分が、この遠征の功績で順位賞に昇進していたのを知った。ヘンリー・ディアボーン・カナダ進行は、1776年春から、夏にかけての、大陸軍の大ンデロガトリデへの退却で幕を閉じた。このトリデは、モントゴメリーの出発点であった。退却の最後の方で、アーノルドは、抜かりなく光栄の指揮を取り、 ハドソン川へのイギリス軍の接近をかなり遅らせることができた。ロジャー・エノスと彼の部隊は1775年11月の末にケンブリッジに戻った。エノスは直ちに許可もなく指揮官としての役目を降りた、九段で軍法会議にかけられた。無罪になったものの宿営地ではいい待遇は受けず、 そのすぐ後で退官し、アメリカ独立戦争で大陸軍として戦うことはなかった。ルーベン・コルバーンは、アーノルドとワシントンが約束したにもかかわらず、仕事に対する報酬が払われず、この遠征で経済的損失を被った。ヘンリー・ディアボーンは、アメリカ独立戦争の後ケネベック側の流域に今日、構え、トマス・ジェファソンから陸軍長官に任命される前は、 この地域からアメリカ議会選挙に出馬した。遠征の間、多くの日誌をつけた一人である兵士サイモン・フォーブズは、ケベックの戦いで補修されたが、仲間二人と1776年8月に脱走した。そして、この遠征を違った方向から、不十分な資料を頼りにもう一度なぞってみた。アーノルドの遠征隊が道中廃棄した道具よりも、もっといい道具を使い、 天候にも恵まれたため、彼らは9月末には、マサチューセッツ・ウスターの自宅近くに着き、最終的にはまた軍に加わった。シメオン・タイヤーがつけた日誌は、ロードアイランド歴史協会により1867年に出版された。その本は、1775年のカナダ侵攻という見出しだった。ケベックで捕虜となり、1777年7月1日に、 捕虜交換が行われて大陸軍の少佐となった。1777年11月のミフリントリデの包囲で名を宝しめ、前の指揮官が負傷してからは短期間指揮を取った。この遠征隊の経路沿いの地理的特徴として、遠征隊に関連のある名前が付けられている箇所が挙げられる。イーストキャリーポンド、ミドル、キャリーポンド、そしてウエストキャリーポンドは、 メイン州の連水経路であるグレートキャリングプレスの池の名前である。アーノルド・ポンドは高台を横切る前にデッドリバーに沿って見られる最後の池である。メイン州のビゲローサンはアーノルドの士官である小サティモシー・ビゲローから取られている。メイン州を横切る経路、大雑把に言えばオーガスタからケベックとの境界に至る道は1969年に アーノルドのケベックへの道として、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に加えられた。ありがとうございます。